はい、こんにちは。今日はこちらです。これですね。これはわかりますよね。マアジですね。これでも大きいんですよ。これ3匹で2キロ弱ありましたね。今年マアジが結構渡り年で、近年マアジは浜で結構増えてきてるんですけれども、特に今年は多くてですね、このサイズで3匹で2キロ弱ありますけど、もっと大きいのも上がってきてますね。で、大きいマアジ、これ平アジとか言ったり、もっと特大のものを鬼アジとかって言ったりもしますね。で、これ3匹、どれも張りが良くてすごく美味しそうですよね。で、刺身で食べてもめちゃくちゃ美味しいんですけども、今回これを、揚げてエスカベッシュにしていこうかなと思ってます。この後締めますんでね、どんな感じになりますか。まあ、とりあえずもうちょっと泳いでるところを撮ろうっていうことで、今とりあえずまあ手で持ってできるだけいい感じに映るようにと思って頑張って見せてるんですけども、なかなかやっぱりこういう系の魚は言うことを聞かないですね。うまく手に乗ってくれないというか、一匹弱ってるんでね、ちょっと乗りやすいんですけども、まあ浅いんでね、まあこういう感じで撮れてますけど、なかなか難しい。今結構いい感じに撮れてますかね。はい。で、この後これを締めますよ。で、締めるところがちょっと、締めながら撮れないので、このようにもう、ちょっと締め終わったところに飛んじゃうんですけど、脳締めして、神経抜いて、綺麗に血も抜いたものになります。こうやって見ると、やっぱり張りもかなりいいですね。背肉の張りも良くて、いい感じですね。お腹割るとね、内臓脂肪も結構入ってて、身の質もすごくいいですね。これをこの後割っていくので、その様子もご覧いただきたいと思います。はい。では、これをまずは、頭を落とします。両サイド、釜の後ろに包丁を入れて、で、背骨のところ、軟骨のところですね、包丁入れるとストンと落ちますので、こんな感じで簡単に頭を落とせます。で、まずゼイゴを取っていきますね。まあ、包丁を寝かせてゼイゴの下に包丁の刃を入れてスーッとちょっと取りますね。はい、反対も包丁を寝かせて、ゼイゴの下に包丁を入れて、取っていきます。はい、取れましたね。これもカリッと揚げると美味しいと思いますけどね。今回は捨ててます。ではね、これをね、3枚におろしていきます。背中の方をまず皮を切って、で、2頭目で、背骨の真ん中ぐらいまで包丁の刃を入れます。で、返して、今度、尻びれの際ですね、これも皮を切って、で、次に背骨の真ん中ぐらいまで刃を入れたら、ちょっと切れてなかったので、もう一回切りましたね。で、刃先を入れて、スッとこう、背骨の上を走らせて、身を切り離すと。いうことですね。こんな感じ。いい身をしてますね。はい。で、反対側も切っていきます。同じように、まず皮を切り離して、で、次に、この背骨のところまで刃を入れていって、背骨から身を切り離します。今回もちょっと切れてなかったので、もう一回刃を入れました。で、返して、尻びれの方も、まず皮を切り離して、背骨の真ん中ぐらいまで次に切っていきます。で、今酒場にしましたけど、包丁でこの背骨のところ、ちょっとね、腕で見えなかったんですけど、切り離して、こんな感じですね。はい、これで3枚におろしたところになります。そしたら次にね、腹びれじゃない、ごめんなさい。腹骨を取っていきます。こうやって腹骨のすぐ下に包丁を入れて、
削いでいく感じですね。包丁の刃を滑らせて腹骨を削いでいく。はい、取れました。これもカラッと揚げたら、これはこれで美味しそうです。腹のところもいい身してますね。美味しそうですね。はい、反対側も腹骨を削いていきます。腹骨のすぐ下に包丁を入れてスーッと削いでいく感じですね。はい、こちらもこれで取れましたね。骨揚げが好きな人はこれ揚げて食べてください。そしたら次に野菜の下ごしらえですね。玉ねぎを切って、これ皮むいて、でこれ半分に切って、繊維に沿って縦に切っていきます。今回は結構小ぶりの玉ねぎだったので、1個丸ごと入れちゃいます。それでインゲンと一緒に熱湯に入れて軽く湯通しをしておきます。でトマトは半分使います。まず半分にカットして、でヘタを取りますね。でヘタを取ったもの、この半分のものをさらにカットして、それもカットして半分に割ったものを8等分に切っていきますね。ちょっとこの辺からさすがにちょっと潰れかけてしまうんですけども、一応カットして下茹でした玉ねぎとインゲンのところに入れていってます。玉ねぎじゃないトマトの赤も映えるので、で旨味も強いので入れたいですね。で砂糖、でお酢、オリーブオイルを入れていきます。そして軽く和えておきます。でしばらく置いておきます。でこうしておくと野菜がしんなりして、液が浸かるのでいいと思います。でここからアジの血合い骨を抜いていきます。で血合い骨はまず頭寄りの断面のところ、これ1本今太いの抜きましたね。でその皮寄りにもう1本ちょっと短いのがあります。これも抜いていきます。でちょっと指で見えないんですけど、さらに皮寄りにもう1本あったので、それも抜いていきました。でこれはその今度腹骨のとこですね、長いのがあるので順番に抜いていきます。指で押さえて取るといいと思います。これ生で締めてすぐだとすごい抜けにくいんですけど、これ実は一回冷凍してまして、骨がちょっと身と離れてるんですかね、抜きやすくなってますね。加熱するときはね、一回冷凍しても全然いいと思います。でこれで半身血合い骨抜けましたね。で反対側の方も抜いていきます。まずはね、やっぱりその頭寄りの断面のところ、ここから抜いていきます。一番長いのをつまんで、これかなり太くて長いですね。これを取りますね。で、そこから外側寄りに指で触って確認するとわかるんですけど、そこもつまんで抜きます。一本目よりちょっと短い。でもこれ太くて、これも抜いといた方が絶対いいですね。で、その断面のさらに皮寄り、もう一本短いのがあります。それも指で確認してつまんで抜きます。はい、抜けましたね。これも忘れないように取りましょう。そしたらあとは腹骨の付け根のところにつながっているところの血合い骨を順番にトゲ抜きでつまんで抜いていく。で押さえて抜いていきますね。で指で確認しながら残ってないか確認してあれば
こうやって抜いていきます。最後も指で確認して、全部抜けたのを確認して OK ですね。そしたら食べやすい大きさにカットしていくんですけども、カットするときは皮目は上にした方が切りやすいと思います。これで半身をだいたい5等分ぐらいにしました。反対側の方も食べやすい大きさにカットしていきます。同じようにだいたい半身の5等分ぐらいの大きさにカットします。で、今度塩を振っていきますね。塩を振るときは身の方を上にした方が塩が入りやすいと思いますので、身を上にして振っていきます。そしたら小麦粉を全体にまぶしますね。そして180度ぐらいの油で揚げていきます。一気にまとめて入れてしまうと油の温度が下がるので、一つ入れたらちょっと間を置いて次のを入れるようにするといいと思います。これちょっと時間が経って 2,3 分ぐらいですかね、いい感じに上がってきてますね。で、揚がったアジをお皿に盛ったら、漬けておいた野菜をどさっと上に乗せて出来上がりになります。そしたらこの後はいつものようにお母さんに食べていただきます。よいしょ。ちょっとずつでも容器になるもんやな。何が？野菜が？野菜を。そうやな。な、うん、レストランでもちょっとしか買うてへんねんな。うちらが使うよりも、うん、少なんで容器も買えますのでな。よしよし。あ、ちょっとしました。ええねんで別に。何つけた？ゴムの輪がすごい赤ちゃんみたいな。はい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 、はい、どうぞどうぞ。はい、今日はね、うん、でっかい特大のアジを使って、うんうん、アジで、はいはい、エスカベッシュですね。エスカベッシュ、はい。野菜は、野菜はトマトと玉ねぎとピーマンと、これ何回な、向かいから持ったんです。インゲン、インゲン、うん、を入れております、はい、ちょっと早めに作って冷やしといた、うん、暑い夏の日には、はい、あ、さっぱりといいんじゃないでしょうか、はい、もう いっていい、はいはい、じゃあちょっとここ取った、ここ取ったいっぱい取れた、はい、いくよ、はじゃあ、なったアジ、アジね、うん、アジからいく、まあ、アジね、はい、でっかいまあ、アジね、すごい身が分厚い、うん、めっちゃでっかいよ、うん、いただきます。はいはい、あ、これ骨違う、繊維やろ、骨取ったからないきなりしよっけ、うんうん、魚と一緒にお野菜も口に入れた方が、うん、お母さんは食べやすい、なるほど、うん、酢が効いて、うん、酢が効いて、ええでしょう、うん、いや、夏バテにいいんじゃない、食欲減ったときとかに、減ってないけど、減ってないけど、よう食べるけど、よう食べるけど、うん、うん、あ、よだれでおったピーマンもシャキッとして、うん、うん、ピーマンは生で、うん、玉ねぎとインゲンはさっと湯通しして、うんうん、あ、そうなんか、おります、の方が玉ねぎ、インゲンはやっぱちょっと湯通しした方が、そうやろ、硬いと思う、うん、玉ねぎも生やったら辛いやんか、うん、結構、うん、だからこのインゲンは今向かいからもらったの、うん、うん、向かいさんも野菜を作っとるからね、うんうん、玉ねぎはこれ家の玉ねぎやな、確か、あ、そうやろな、うん、うん、裏に置いとったやつ、裏に置いとったやつ、うん、うん、いうことです。美味しい、うん、見た目も綺麗です。お父さん、茄子とっとうやん、茄子も入れてよかった、茄子も入れてよかったな、これ朝取れやろ、うん、うん、トウモロコシも入れれるけど今できようからな、うん、まああれは夜いただくから、うん、美味しい、はい、
ということです。はい、ね、美味しいよ。ちょっと食べ過ぎ、はい、食べ過ぎになる。刺身でもいけるやつやけど、うん、揚げちゃいましたよ。こうした方が、うん、大人も子供もというか、うん、誰でも食べやすいかも、ね、そうね、うんうん、皮も食べれるし、こんなんもありやね。刺身やったら、うん、皮捨てるやろ。そうやね、うん、味は皮引くね、うんうん、揚げとうから、揚げとうからいいと思います。美味しい。はい、はい、こんな感じですね。美味、うん、しい。ごくりごくり。ではでは、はい、はいはい、よし、父さん呼んできたろうか、うん、時間おったよな、ここら辺に。